届きました。これは何かというと、開けます、ただーん、こちら甘竹サラダチキンチーズ味、なんと40個です。これ3月に買ってよかったものランキングでも紹介したんだけど、甘竹サラダチキン、これをねとにかく食べまくってて、僕は40個追加注文しました。この前には30個頼んでました。全部食べて40個。だから僕は嘘は言わないですよ。あれ紹介したものは本当に自分のお金でリピート買いするものだけを紹介してますから、もう僕はちゃんと買ってます。本当にいいものしか紹介してないです。自分がいいと思ったものしか。でですね、今日はこの甘竹サラダチキンの話じゃないんですよ。今日はですね、ミニマリストについての話です。僕ナイトブログで昔ミニマリストになりますっていう動画を出したんですよね。で、ある程度物が少ない生活を続けてきてたんだけど、ある一点を超えた時にすごい物が増えたんですよ。で、俺の中で物を少なくしたいっていう思いは確実にあるんだけど、でも自分の生活を見てると、ある一定のものはすごく買う。例えば電化製品とか、そういうのに興味あるものは買うし、洋服も結構買うし、でそういった時にミニマリスト自体の考え方と自分の考え方が微妙にずれてるなっていうね、違和感があったんですよね。でそう思った時に、この思考となんかぴったりくる言葉がないかなとね、ずっと探してたわけですよ。でそれがね、ついに僕の中で腑に落ちたものがあったんで、今回ねそれをちょっとご説明したいというか紹介したいなと思います。でまずミニマリストって何かっていうと、うわー、ちょ物が落ちた。まあいいや。まずミニマリストっていう正式な定義をね、フォトバンクで調べてみたんですけど、ミニマリスト、持ち物をできるだけ減らし、必要最小限のものだけで暮らす人。自分にとって本当に必要なものだけを持つことで、かえって豊かに生きられるという考え方で、大量生産、大量消費の現代社会において新しく生まれたライフスタイルである。これがミニマリスト。で、俺的にもミニマリストすごいいいなと思うんですよ。で、僕的にも憧れがあってそれやったんですけど、でもこれはね、ちょっとね、僕にとってはかっこよすぎるんですよね、この定義が。で、他の見てる人たちもミニマリストっていうと思い浮かべるのがスティーブ・ジョブズとか、本当に洗練されて都会的でおしゃれでっていうイメージを抱くと思うんだけど、俺の場合は物を少なくしたいんだけど、でもこんなにおしゃれな考えじゃないなってところに行き着いたんですよね。じゃあ俺の行動原理って何かなっていうと、全てはめんどくさいがベースになってるんですよ。めんどくさいから物を減らしたいっていうところなんですよね。だから少ないもので豊かに暮らすとかじゃなくて、例えば物を買ってその粗大ゴミで出すときに、粗大ゴミ券を買うのがめんどくさいから物を持ちたくないって考えなんですよ。引っ越しのときにね、大きいベッドとか買うと、その引っ越し業者を呼んで解体して運ばなきゃいけないっていうめんどくさいから物を買いたくないとか。すべてのベースにはめんどくさいから物を持ちたくない。めんどくさい作業を減らしたい。だからそれが結果として物を持たないってことにね、繋がってるって聞いてたんですよね。だから形だけだとミニマリストとね、同じようには見えるんだけど、でも俺が違うところは、かといって電化製品とか大好きなんですよ。もうカメラとか興味あるやつはもう全部買いたいんですよ。で、それはめんどくさくないから。それは好きだから。だからそれは、もういくら買っても、その処分とか考えずに、新しいものを使って、よりいい映像を撮りたいっていうので、もうどん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 買いたい。で、俺はね、これに当てはまるね、いい言葉を思いつきました。それをミニマリストではなくて、俺自身は、めんどくさがリストと呼びたいと思います。このめんどくさいことをなくして、やりたいことを極めていく。だからそういった意味で僕はミニマリストじゃなく、もう自分自身で作った言葉なんですけど、めんどくさがリスト、こうつけた方がね、違和感がないなって自分の中でスッキリしたんですよ。で、実際にミニマリストの渋谷さん、僕よく動画見てて、で最近ツイッターでもね、繋がってね、今度一緒に動画撮りましょうってなったんですけど、ミニマリストの渋谷さんも同じようなこと言って、ミニマリストってある人から見たらすごくなんか尖った考え方に見えると思うんですよね。そんな物を減らして何も持たないでって極端に考えてると思われがちなんだけど、でもミニマリストのそこにあるのは、めんどくささ、めんどくさいことなくしたいからミニマリストになってるって、もうその渋さんもね言ってて、で俺もすごいそれに納得したんですよね。その大量生産、大量消費に対抗するみたいなことはなくて、自分の中でめんどくさいから物を所有しない。だから俺、物を持ちたくないだけじゃなくて、物をシェアするの目なんですよ。結構ミニマリストの方ってシェアサービスとかね、物を持たない代わりにみんなでシェアして使うとかのやるじゃないですか。ただ俺、シェアがめんどくさいんですよ。シェアするときにその返す手続きとかがめんどくさいんで、シェアも嫌なんですよ。使い終わったら捨てたいみたいな、それくらいめんどくさい。だから俺にはミニマリストってよりもめんどくさがリスト、これを今日からね、もう今日生まれた言葉として、俺はそれをね、元に生きていきたいと思いました。なのでまとめると、人生の中でやりたいことを増やしてて、めんどくさいことをなくしていく、これがめんどくさがリストの生き方です。以上と思ったでしょ。これ実は違うんですよ。
ここまで力説しといて、この理論はね不完全なんですよ。これ良くないんですよ。散々力説してたんだけど、やりたいことをやってめんどくさいことをなくしていく、これはね、俺はね考えに考えてたどり着いた答えは、これだとね人間的成長がなくなるんですよ。ここにねもう一段階ひねった考え方を入れないと、めんどくさがリストはねこれ完成じゃないんですよ。ちょっとそれをご説明したいと思います。ということで、めんどくさがリスト、まあ定義はねもう僕が作った言葉なんで、もう僕が全部定義するんですけど、説明するとね、めんどくさがリストっていうのは、まあ大まかにね、これに二分するんですよ。まずで、やりたいことに時間を割くためにめんどくさいことをなくしていきましょうってさっき言ったんですけど、これはね落とし穴なんですよ。これだと人間的な成長がなくなるんですよね。なぜかっていうと、やりたいことってのはもうすでにやってることだから、これね自動化してるんですよ。もうこれはもうすでにできてることなんですよ。だから繰り返しなんですよ。繰り返し、例えば俺だったら動画撮ることが好きなんですよね、やりたいことで。これはもう自動的に誰に何にも言われなくてもやるんですよ、勝手に。でその中で確かにその動画の質が向上していくっていうことはあるんですけど、それはマイナーアップデート、大きな変化じゃないんですよ。でこれはもうある程度進んでいくと繰り返しになってくる。例えば俺だったら大体動画のこういう風に撮影して、こういう風に編集して、でその編集の仕方をねマイナーアップデートとか、その企画内容をマイナーアップデートしていくっていうのはあるんだけど、それでは人生は大きく変わらないんですよね。初めのビッグバンはあるよ、 YouTube 始めるっていうのはもう新しいことで。ただそれがやりたいことがある程度続くと、それはもう日常化しちゃうんですよ。でそうなると、まあ同じことの繰り返しでその先がないんですよ。まあ繋がっていくけど大きな変化にはならないってことです。じゃあどうしてかっていうと、実は人生を大きく変える中には、めんどくさいことの中にヒントがあるんですよ。だからここを全部切り捨てちゃダメなんですよね。めんどくさいことを分解すると、実はめんどくさいけどやりたいこと、そしてめんどくさくてやりたくないこと、このね2つがあるんですよ。ここがねさらに分かれるの。このめんどくさいことの中には、めんどくさいけどやりたいこと、めんどくさくてなおかつやりたくないこと、この2つが含まれてるんですよ。だからここを全部切り捨てるのはよくないんですよね。俺のこのめんどくさがリストの定義の中では、めんどくさくてやりたくないことを徹底的に排除するんです。現代のサービスとか現代のね科学技術とかを使ってこういうことを排除していくんですよ。例えば俺あんまり洗濯とかやりたくなかったんですよ。で前のミニマリストの時にも、その洗濯を業者に任せたんですね。俺自分で洗濯するっていうのがめんどくさくて、しかもやりたいことじゃなかったんで、だからお金を払ってめんどくさくてやりたくないことをその他のサービスに依頼したりとか、あとは最近だと俺もう現金持ちたくないんですよ。だからもう iPhone の中に全部 Apple ID でキャッシュカードを入れて、もうお財布は持たないようにしてます。もう iPhone 一つだけで出かけれるように体制を整えてます。でそういうことを頭を考えてどん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 減らしていく。でめんどくさくてやりたくないことをどんどん減らしてって、その時間をこっちのやりたいことにつぎ込むんじゃないんですよ。めんどくさがってやりたいけどできないこと、こっち側に時間使うんですよ。そう、こっちに使ってもダメですよ。だってこっちはもうやってんの、自分で勝手に。自分の人生を大きく変化させるのはめんどくさいけどやってないことなんですよ。絶対みんなにもあるはずなんですよね。例えば俺だったらなんと英語を喋れるようになりたい。俺将来的には海外で生活したいんですよ。自由に海外で生活したい。でそのためには英語をやらなきゃやらなきゃってずーっと思ってるんですよ。でも実際その英語教室を探して通うってことがめんどくさくてできてない。でもやりたい。これをちゃんと英語をやったら、このね日常で動画を作ってるだけの変化じゃなくて大きな変化が起こるわけですよ。もっともっと大きな変化を起こせるわけです。あと例えば俺だったら車の運転、俺ペーパードライバーなんですよね。でずーっとペーパードライバーだけど、ちゃんと1週間とか1ヶ月練習すれば絶対乗れるようになるんですよ、運転って。例えば自分一人で乗るのが怖かったらね、プロの教習所の人がね今来てくれて一緒に運転の技術を教えてくれるとかっていうサービスもあるんですよ。でその人たちと一緒にね毎日コツコツ練習して1ヶ月やれば運転できるようになる。でそうしたら俺の中ではキャンプに行きたいんですよね。ソロキャンプ、新たな趣味としてキャンプをしたい。でそういうことにつながってくるんだけど、でも時間がない、めんどくさくてやってない。だけどこれをやれば人生が大きく面白く変わっていくなっていうことはね分かってるわけですよ。だから自分の中でこの3つに分類するんですね、今の人生。自分がどういう配分できてるか、これはこれ YouTube やりたいことできてる、でこれはもう自動的にできるようになってる、めんどくさいこと、めんどくさくてやりたくないこと、あと何があるか、例えば公共料金の支払いとか振り込みとか、俺そういうの全くできないんですよ。だけどもう自分でやるから仕方ないと思ってて、毎回毎回毎月ね振り込みとかしてる。でもこれはもうちゃんとサービスとか人をね、そのやってくれる人を見つければ、この時間やらなくていいんですよ。しかも精神的にすり減らなくてもいい。でそれで空いた時間でめんどくさいけどやりたいこと、こっちに時間を回せると。これが僕の考えるめんどくさがリストの考え方。
自分の生活をやりたいことと面倒くさくてやりたくないこと、そして面倒くさいんだけどやりたいこと、この3つにまず分類します。そして面倒くさくてやりたくないことを徹底的に自動化していきます。頭を使ってここを自動化する。で、そこにかけなくてよくなった時間を面倒くさいけどやりたいことにどんどんつぎ込んでいく。そうすることで自分が新たな挑戦をしてより面白い人生が送れるようになるという、これが面倒くさがリストの思考法です。だからちょっとミニマリストとはねやっぱ違ってくると思うんですよ。で、俺の中ではミニマリストの考え方に憧れてるんだけど、でも自分の実態とはちょっと違うなっていうところがあったんで、新たに自分の中で言葉を定義し直して新たに作りました、こういう言葉で。俺はこれに基づいてねちょっとブログを進めていこうかなと思います。で、まあ、もしまたね実態と違うなってなったらもう適宜直していきます。まず1回目思いついただけなんで、この考え方は。でも自分の中でしっかりきたんで一度お伝えして、でこれに基づいて行動してみてどうだったか、またね動画なのでお伝えしたいなと思います。あくまでもねこれは理論だけなんで実践してみないとね何とも言えないんですけど、その様子をねナイトブログでちょっとねお伝えできればと思います。というわけでぜひ楽しんでくれたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではまたね、バイバイ。